千葉令和中華人民共和国の民主化活動家。64天安門事件の学生指導者。1987年北京大学心理学科を卒業、北京師範大学児童心理研究所で学位を取得。64事件時、ハンガーストライキ発起した一人であり、天安門広場絶食団を担当、保衛天安門広場式部の総指揮官だった。王丹。 ウーアル会社らと共に学生指導者として中国全土にニュース放映される。かつて別の学生指導者フー・ジュクと夫婦関係だった。64事件後、中華人民共和国政府に指名手配される。1990年4月香港を経由してフランスへ国外逃亡。後にフー・ジュクと離婚しアメリカ合衆国に留学して2001年には アメリカ人と結婚3人の娘がいる。1993年プリンストン大学の国際関係学と政治学の学位を取得。後にボストンベーンカンパニーに勤務。1996年ハーバードビジネス。スクールに入学。1998年マスター・オブ・ビジネス。アドミニストレーションの学位を得る。同年夫婦でコンピューター会社ジェンソーバー、インク。 お創設、現在経営責任者。1990年、ノルウェーの議員2名によって、ノーベル平和賞候補に推薦された。ありがとうございます。